はい、東野です。それでは今日は、大川総裁の書店暴林が本になりましたので、それを学んでみたいと思います。書店暴林というのは、宗教家としての最初の説法のことです。1986年の11月23日、今から34年前に、 日暮里主犯会館というところで、全国からの会員90名を集めて座談会が行われました。でこれが書店暴輪なんですねで。今その会場は書店暴輪記念館になっております。その本がこれですね。我一人立つ大川隆法第一世であります。 2時間半の座談会の中でお話と質疑応答がありました。で、この中で幸福の科学の最初の起こりとか、あるいは目指すところが語られているわけなんです。で、そのまず最初の起こりのところですが、これは1981年3月23日に逮捕があったわけです。 レ堂ドを開かれたわけですね。で、ここのところは、もうすぐう映画になりまして、夜明けを信じてという,う、10月16日に公開される映画になります。有名な話ですけれども、はじめは、日光商人という、日蓮商人のお弟子さんの一人から通信があって、いい知らせという、まあ、紙に書く自動書記だったんですね。 で、それがまあ、梅雨払いであって、そこから、日蓮聖人がその後ご登場されて、一つの公案にあたるような霊言を残されたと。それは、人を愛し、人を生かし、人を許せという言葉でした。で、あなたはまずこれを教えの出発点にしなさいと説かれたわけです。この三箇条の教えがあなたの出発点になるだろうと。まあ、そういうことが、 世界宗教幸福の科学の最初の起こりだという、まあこういうお話がですね、書店ボ暴ー力ーの中でまずあったわけです。私はあ、残念ながらその場には居合わせることができずに、その後ですね、えー、まあ2年ぐらい経ってこれをテープで聞いたわけなんですけれども、小さな会場であるにもかかわらずですね、もうその声のあった 当的なエネルギー、それから、その話のスケールの大きさに、これに驚かされて、まあ心をこう掴まれたわけなんですね。別格のスケールがありました。20世紀の後半までに解かれた、規制の教えを一通り総ざらいした上で、新しい教えに入っていきたい。っていうふうにまあ中でおっしゃったんですね。 まあだから全部をこう総ざらいできるようなスケール感があるんだ。その上でまだ新しいものが出てくるんだっていう感じです。それから、このお話の端々に感じられる大川総裁の、まあ当時は大川隆法主催とおっしゃってましたけど、その霊格の高さですね。まあご自分で何次元というふうにこの場でおっしゃれなかったんですけれども、その話の中にですね、 今私もよく話していますけれども、イエスは当時随分焦ったようですっていうような言葉が普通に出てくるわけですね。だから、えっと、イエスとお話されてるんだっていうような感じですね。あるいは、説法後の質疑応答でですね、今日、どなたか支援令は来てますかっていう質問があった時に、じゃあ,あの、当ててみてくださいと。当たったらはいと言いますからっていうふうに答えられて、 で、イエスは来られてますかはい。ヘレン・ケラーは来られてますかはい。日蓮さんは来られてますかはい。っていうふうにどんどん出てくるわけですね。だから実際はもっと来てるんだっていうことが予感されて、まあこういうのもすごいなっていうふうな感じが伝わってくるわけです。それからお話の中でですね、時代が20世紀の後半になり、すでに仏教もキリスト教もユダヤ教も儒教もみんな出尽くして、 退屈してるところだから、このあたりで一つ全て出してしまおうかということで出していますっていうふうにおっしゃるわけですね。とこの全てっていうのには私自身の知的好奇心を痛く刺激されました。ですから、真理を知る喜びこそ最大なものっていうのがですね、黄金の方の講義の中にあるんですね。まあ、この講義はいくつも解かれたわけですけど、 その中の一つでこういう一節があったんですけど、まさにそれですね。知的好奇心がですね、まあ、ムクと湧いてきたのを覚えております。この別格のスケール感に多くの人が引き付けられたというふうに思います。それから、教えの射程としてですね、24年後に、2010年に、この日暮里の書店暴林記念館に来られて、 もう一回総裁がですね、お話しされたんですね。まあ、第一声、昔のものを聞いてみたら、まだ講演家としては、プロにはなってないのを感じるけれども、内容の輪郭だけは相当大きいと。だから、その後の二十数年に解かれる、 幸福ののの科学の方の射程についてててはもうここでで語ってるっておっっるおしゃったんですねで具体的に見ていくとですね、例えば、5次元前人会は1人で生きてると思ってるけれども、6次元光明会まで上がると、魂の兄弟がいるということを知ってて、だけどまあ、個人個人で生きてる、生活してる。だけど、七次元菩薩会になると、 魂の兄弟グループ、6名の業態グループとして協力して使命を果たそうとしている。これが8次元如来界に入ると、一足た多足一で、もういくらでも一番にでも分かれることができる。さらに9次元宇宙界まで上がると、如来よりもっとスケールが大きくなって、何億にでも自由自在に分かれていけるみたいな話が出てるんですけど、これ、 永遠の方の方がとなる部分ですよね。あるいは黄金の方の方がにあたる部分も出てたと思います。これから地球に起きる文明のアウトラインについて語りましょうということで、西暦2300年までにムー大陸が浮上するでしょうとか、2400年頃には新アトランティス大陸が浮上して、そこに イエスが再臨するでしょうとか、2800年頃にはガーナ大陸というものが浮上して、モーセがそこで活躍するでしょうっていうふうな未来がどんどん語られていくわけですね。あるいは日本は皆さんが生きている間に世界の中心になりますが、2100年を境にだんだん衰退して、この日本の文明文化の光は東アジアを通って オセアニアの方に流れていくという風な話が出たりですね。これ、全部この、未来の歴史が語られる部分で、黄金の方ですよね。あるいは、太陽の方の方がとして感じるのは、私の今世の使命は、この悟りと全体の悟りの二つを解くことですと。で、この悟りというのは、個人としての人間性を高めるための方法、修行の方法、悟りの方法であって、 全体の悟りというのは宇宙論とか宇宙構造論です。まあ、こういったものはもう太陽の方だと思います。あるいはその宇宙の方自体ももうすでに目は出てたと思うんですね。宇宙人というのは現に来ています。霊界にもいます。実は私たちの起源自体もはっきり言えば宇宙人なのです。もうこの書店ボールでおっしゃってるわけですね。 ですから、この教えの射程がですね、最初の第一世の時にもすでに出てきてて、もその通りのことが、その後34年かけてどんどんと証明されていってるわけなんですよね。この歴史的な信用は相当なものだと思います。それから、さらに、一人立つっていう、この真剣勝負感というんでしょうか。 不尺神妙なところが、あ胸を打ちました。まあ、前書きでも、我一人立つの気概こそ、世界宗教幸福の科学の出発点であったっておっしゃってるんですけれども、命がけのところですね。お話の最後の方に、今回は、あの世の実相をすべてお話ししようと思うが、それをすべて語る前に十字架にかからないように、皆さん、本当によろしくご指導くださいって少し、 冗談めかして言われてみんなどっと笑ったんですけど、守ってください。お願いします。ね、まだまだ勇気は十分にありますから、その前に殺されてしまったら言えなくなりますってこう繰り返されたのはですね、これ本音だと思うんですね。それだけリスクを負って立たれたっていうことだと思うんです。あるいは経済的にも命がけだっていうことは感じました。資本金ゼロ、無収入の宗教家の第一声である。 ってこう、今年の後書きにも書かれてますけれども、まあ、私もささやかながら独立したことがあるので、無収入の怖さはよく知っております。明け方にこう収入がないっていう思いでガバーって起きたことが何度もあるんですね。それぐらいこう、 怖いものなんです。このまま行ったらいつかは食っていけなくなるだろうっていう、こういう立場なんですよ。だから、まあ必死の工夫が始まるわけなんですけれども、それを感じたのはですね、大川隆法総裁が何かお土産を持って帰っていただきたいので、 小冊子を急遽作りましたっていうふうにおっしゃってるんですね。6種類の小冊子。この小冊子一冊2000円で売られてたみたいで、みんながわーっと買ったので、何十万円かの収入があったみたいなんですね。で、これが教団の資本金になりましたとおっしゃってるんです。この第1回講演会が翌年の3月に行われるんですけど、それまでの事務の処刑費とかですね、あるいは準備費用の元になったと。 で、当日の会場も実はこれ無料で借りてるんだっていうふうにおっしゃってて、このあたりがエルカンターレの起業家精神の部分だと思うんですね。経済的にも、もうただ一人立たれたっていうことだと思います。それからもう一つは、この当日すごい噛んだかいお声で、早口で喋られてて驚いたんですけど、まあ実は、 緊張してたんだとおっしゃってて、ただ頭の回転が速いということだけはよくわかるっていうふうにおっしゃってて、まあ本当にそれは感じました。相当早口で話す職場で仕事してたっていうことなんですよね。あの、勝者で即断即決型の仕事をどんどんしていたっていうことが、まあ、よくわかるという話ぶりなんですけれども、私が感じたのは、このいきなりですね、 ここで救世主宣言にも似た話されてるんですけど、一方では、この逮捕してから6年間も、こう、ために貯めてた慎重なお方なんで、それをここで、第一声で話すのに、どれほど真剣勝負だったのかということは思いました。ご自身も、この地において、伝道の第一歩勇気を持ってやったことが大きかったっておっしゃってるんですけど、実際恐れるべきことは起きなかったと。 いろんなことの恐れは感じておられたということですよね。だからご自身、私も慎重すぎたかなと、自分で反省するところは多々ありますと、語っておられますけれども、まあそれだけに、これは勇気がいったと思います。それだけ慎重な方がですね、みんなの前で、まあ救世主であるというようなことを、こう宣言、第一声するわけですから、それはそれは勇気がいったと思うし、 永遠のブッダの一節に勇者は一人立つ時に聖なる光を帯びるのだと。この間も紹介しましたけど、まさにこれは大川総裁がこの時実践なさったことだというふうに思います。ということでですね、自分たちの歴史に対して自信を持つことが大事だとおっしゃってるんですね。その歴史の自信を持つっていうことの意義がこの本の中にはあると思います。小さな無料の会場で うぶを上げた今回の救世運動。それから実に多くのドラマを経て今ここまで来たっていう、この歴史に自信を持つべきであると。それは我々も自信を持つべきだと思うんですね。その歴史の一部として、ささやかながらも活動してきたっていうことに自信を持つべきだと思います。で昨日は松下幸之助先生から 救世運動に対する厳しいご指南をいただきましたけれども、まあ、その上で、この本書の後書きでは、人は成長するものだと、組織も限りなく成長を目指していくものだと、行けるところまで行ってみようと、まあ、語られているわけなんですよね。ですから、まだまだ旅は続くんだと思います。小さな源流が世界の潮流となって、新しい歴史の 始まりとなる。まあ、私は喜んで、新しい文明のための一粒の麦となって、この大地に命を捧げようと。まあこれ、結びの言葉でおっしゃってることですけど、まあこれを聞いて、ジーンと来るのは私だけではないと思います。ささやかながら、新文明の一粒の種になるべく、まあ精進してみたいなと思いました。今日は以上です。ありがとうございます。